ホーム、畝野駅は、兵庫県川西市東畝野2丁目にある、能勢電鉄妙見線の駅。駅番号は NS09。駅名の由来は、周辺の地名から。9世紀頃から稲川と能勢川の合流点付近に、摂津国管理の牧が置かれ、畝野牧と呼ばれていた。これは、現在の川西市西畝野付近で、時代とともに、瀬谷が、現在のあぜやに変化したと言われている。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。ホームの中ほど道路がオーバークロスしている。駅舎は橋上駅舎であるが、駅東口側は高台となっており、改札口と同じ高さの駅前広場があり、バスターミナルもこちら側にある。そのまま同じ高さが地上となっている。駅西口については北側へは、階段での昇降となるが、南側は高台となっているため、スロープでの昇降が可能である。2010年にバリアフリー化工事が完成し、エレベーター、多機能トイレに2段式手すりが新たに設置された。両ホームに以前から設置されていた上下両方向のエスカレーターと合わせ、能勢電鉄の駅で最もバリアフリー化の進んだ駅と言える。トイレは改札内にあり、ホームのエスカレーター下には待合室がある。改札外の東口側には喫茶店がテナントとして入居している。8両編成の特急日清エクスプレス停車駅であるため、両ホームの有効長は8両である。ホームの南端はトンネルに接触している。当駅には日清エクスプレスを含めた能勢電鉄のすべての営業列車が停車するが、2008年に自動放送が整備されるまで列車案内の設備がなかった。あぜや駅停留所 ABCDEFGHIJK 兵庫の鉄道全駅私鉄公営鉄道神戸新聞総合出版センター2012年12月10日149ページ ISBN 9兆7843億4300万6745 ABC 曽根悟週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄14号神戸電鉄、能勢電鉄、北条鉄道、北近畿丹後鉄道、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年6月19日、16から17ページ。日本鉄道旅行地図帳9号関西に P51。ありがとうございます。